300年後、人はついに自然史を克服し平均寿命を300歳を樹立。400年こうミラがどんどんこうアリスを洗脳していくっていうか混乱させていくシーンでもあるのでそういうミラの怖さも感じつつなんかこうミラがなんかこう楽しんでるっていうのもいろんな感情をこのだけど怖さもあってっていういろいろな表情をしなきゃいけない。 シーンだからすごい大変でしたねケント君が相当スイマと戦ってました <laughs> ケント君大変そうでしたやっぱり聞いてる側じゃないですかミラの言葉がもう催眠術みたいな感じでずっとこう眠くなるじゃないですか私だってこれ聞いてたら相当ねだってずっと座ってこうやって聞いて結構役者あるあるなんですよね聞いてるのってめちゃめちゃ大変なんですよ